はい、皆さんこんにちは、こんばんは、僕です。今回は、軽量化の方やっていこうと思います。よろしくお願いします。ということで、今現在、150とか出てますね、FPS。はい。じゃあ今回ね、どれぐらい軽くなるか検証していこうと思います。まずね、タスクマネージャーっていうのを開いてください。タスクマネージャーね。はい。次に、この詳細っていうところを押して、パフォーマンスじゃなくてプロセスっていうところに、マインクラフト起動時だと、Java TM プラネットフォーム SE っていうのがあるので、これを右クリックして、一回これ消さして、よいしょ、はい、これを右クリックして詳細の表示するとこれが出るので、ここの高にしてください。これを通常、もともとは通常です。通常時の FPS を見ていきましょう。140とか130とか150は出ませんね。あー、やっと出たね。じゃあこれを高にしていきましょう。高にすると、余裕っていうかまあ、若干156出たり、もうさっきよりか FPS が上がったのが実感できると思います。はい、皆さんね、これをやってみて、FPS を上げてみてはいかがでしょうか。ということで今回、マインクラフトの FPS を上げてみよう第1弾の方を終わりたいと思います。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。じゃあね、高評価押してよ、ちゃんと。押さないと、ねえよ。よし、じゃあね、バイバーイ。